Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri Japan. Japanese edition. 日本語版です。1500年後のイエス、そしてダヴィンチもミケランジェロも1500年後のイエスの操り人形だった。この絵がですね、一応ミケランジェロが描いたとされるスケッチ画のそのコピーと言われています。このスケッチ画、つまりカッシナの戦いの中に、まあ一文字の形でですね、数字が隠し込まれていました。7502ですね。そしてその両側にさらに2個、77という数字が隠し込まれていました。この数字が何を意味するか。この数字をユダヤのゲマトリアで解読すると、77はキリスト、50は聖書の、27はカインとなります。つまり、キリストというのは聖書でいうところのカインのことなんだよという意味になります。で、この77、50、27、イエスは復活する聖書によりとも解釈できるわけです。そしてこの数字をとって、私たちが知っているダヴィンチがですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。で、このスケッチ画をミケランジェロが描いた時にはまだダヴィンチは生きていましたから、ダヴィンチはそうした数字に合わせて自分の死亡日を決めたとも言えます。しかし、私たちが知っているダヴィンチはあくまでも操り人形でした。その上に1500年後のイエスがいたのです。これがピエタ像です。このピエタ像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、すなわち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前にここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側にはヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんにご覧いただいています。注意深くご覧ください。コブがありますね。ではなぜミケランジェロがこのようなコブを表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカッシナの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端の下にですね、足の皮をベローッと履いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいます。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。照合しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者はミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。その証拠が、実は、ダヴィンチと言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブが、ダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが
書き残したと言われているスケッチ画です。中央がミケランジェロが描いたと言われているカシナの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエタ像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって描かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって描かれたということになります。まあ、これだけではまだ証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカシノの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。まあ、ちょうど角度と言いますかね、顔の傾きも傾きと言いますか、もう同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように個人差が極めて大きい部位です。ですから耳を照合することによってその人物を特定することができます。で、左は一応ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は一応ダ・ヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。しかしこれらはミケランジェロあるいはダ・ヴィンチによって描かれたものではありません。もし書かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどのカシナの戦いの絵の右端に、右下にいたこの人物は頭に花冠をかぶっています。すなわち、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠をかぶった人物と先ほどのダ・ヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダ・ヴィンチが描いたと言われているこの人物と花冠をかぶった人物が同じ。そして、この花冠をかぶった人物の腕と、そしてミケランジェロが彫ったとされるピエタ像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、まあ、一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなわち、これら三者は、1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。で、ダ・ヴィンチの捏造された肖像画について結論を下しておきます。のところにイボのようなものがあります。そしてこれが一応ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。同じような耳ですね。耳は先ほど言いましたように手の指紋と同じように個人差が大きく、またその耳によってその個人を特定することができます。こうして比較しますと同じであることに皆さんもお気づきになると思います。なわちこのセント・ジェローム、まあ、4世紀後半から5世紀にかけてですね、カトリックを盛り上げた中高の祖と言われています。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。すなわち、これらは皆一人の人物、すなわち、
まあ、イエスということになるわけですね。後で証言しますけども、セントジェロームの目の中には、トカゲ特有の瞬膜といってですね、目を保護する膜が描かれています。ダヴィンチの中央上のですね、ダヴィンチの目の中にもその瞬膜を林浩司は発見しました。まあ、こうして、特徴が皆一致しているということに注意してください。すなわち、これら皆一人の人物、すなわち、1500年後のイエスということになります。まあ、一応ここではダヴィンチということにしておきます。しかし、ダヴィンチ自身は絵を描いていません。まあ、手先でやったわけですね。1500年後のイエスの手先として動いた、まあ、一応芸術家ということになります。そのことも今までに証明していきました。これら一人の人物、すなわち1500年後のイエスということになるんですけども、中央上の人物は、じゃあこれは誰かということですけども、これは捏造された、いわゆるまあ、偽のダヴィンチということになります。それを順に説明します。これは、1500年後のイエスです。そして、上も1500年後のイエスです。そして、下も1500年後のイエスです。上と下はですね、他の人物と一緒に写っている、書かれているという点で、3D プリンティングではできないんですね。それらの特徴、その左の3人の特徴を備えて、右の原型ができました。これが原型です。現在でいう 3D モデリングの原型です。この原型に髪の毛をつけたりして、変化を持たせてバリエーションを加えて、右のマンと呼ばれている、この絵ができました。そして、それに傾けて、ややバリエーションを変え、髪の毛を変えて、この顔ができて、そして左右を反転して、そしてこの絵をもとに、私たちが知っている、レオナルド・ダ・ヴィンチの、自画像なるものが捏造されたわけであります。すなわち、私たちが知っている、レオナルド・ダ・ヴィンチのこの像は、自画像は、捏造された偽物ってことになります。まあ、こういう老人になって、まあ、ダヴィンチなる、まあ、芸術家が死んだということにしたわけです。すなわち、そういう形で、1500年後のイエスは、フィレンツェを去ったということになります。その証拠にこうして比べていただきますとわかりますように、皆特徴が同じなんですね。さらに奇妙なことに、右の老人の、まあ、ダヴィンチと言われている自画像の方がですね、中央二つの像よりも前にできているんですよ。書かれているんですよ。日付を見ると。まあ、このようにして、まあ、ダヴィンチの像が、捏造されたということになります。すなわち、まあ、そういう、まあ、体裁を作ったということになります。これで、右下のですね、ダヴィンチというの自画像と言われている自画像が捏造された偽物であるということを皆さんにも分かっていただけたと思います。そして、右の二つが、これは、1500年後のイエスですよね。それから上は今証明してきましたように、イエスと並んでくるわけです。で、流れをもう一度見てみますと、まず左の方からこれが、まあ、偽ですね、偽造されたダヴィンチ像。そして、右上からグリーンなのが、これが、今説明していきました、1500年後にです。そして下がですね、ミケランジェロとの、まあ、ピエタ像とのつながりです。で、もう一度この、1500年後のイエスを見ていただきたいと思います。そしてこれが右がですね、一応セントジェロームで、まあ一応ダヴィンチという名前の芸術家の作品ということになってますけども、これらは皆、1500年後のイエスが作ったり書いたりしたものなんですね。まあ、私たちが今持っている技術よりもはるかに高度なテクノロジーを使って書かれたものと、林浩司は判断しています。そしてこうして特徴をですね、もう一度、確認していただきたいんですけども、まあ、違いがないという点で同じである。顔というのはそういうものなんですね。まあ、撮った時の様子、その人の、まあ、心の状態とかね、で、いろいろ変化しますけども、しかし特徴というのは残るわけです。その特徴を捉えて違いがないということで判断していくわけですね。皆さんの写真の顔と比べてみてください。例えば1年前の写真と今日撮った写真とではですね、しかし、まあ、違って見えてもですね、しかし、それぞれの特徴は同じだということです。その特徴を捉えて違いがないということを判断して、同じ人物と判断していきます。こうして比べてみてください。全く同じなんですね。となりますと、このセントジェロームという、まあ、聖人はですね、まあ、
紀元前4世紀、まあ、紀元後ですね、ごめんなさい、4世紀の終わり頃か活躍した聖人ですけども、まあ、いわゆるまあ、このセントジェロームも、まあ、言うなれば、400年後のイエスということになります。そして左がですね、ひょっとしたらこれは1500年後のイエスと言ってもいいですし、また、今から2000年前のイエス自身であったという可能性もあります。まあ、こういう形で、まあ、1500年後のイエスはですね、ルネサンス期に現れて、何らかの、まあ、目的を持って、まあ、人間と接していたと林浩司は判断しています。で、耳を比べていただくとわかりますように、まあ、ちょっと得意な耳をしていることに皆さんもお気づきになると思いますね。つまり、こういう形でこの両者は同じであると判断できるわけです。注意深くご覧ください。両者は同じですね。そして、まあ、ついでですけども、まあ、耳の写真をと言いますか、絵をこう載せましたけども、まあ、全然、まあ、違うという、まあ、先ほど言いましたよね、指紋と同じように個人差が大きい部位だということです。で、これら両者同じだということになりますと、右のこの人物は、まあ、いわゆるまあ400年後のイエスということになりますし、左は1500年後のイエス、もしくは、今から2000年前のイエス自身ということになります。こういう形で、まあ、点と点がつながっていきます。まあ、鋭い目。そして、瞬膜がありますね。これも、以前証明しましたけども、目の中には、レプタリアン特有の右の目の中に目があることに注意してください。その膜があることに注意してください。で、まあ、こうして見ていきますと、同じなんですね。そして、細い眉毛。それから、この目の付け根にコブのようなとか、イボのようなものがある点も一致しています。で、左の上の、この、絵にも、瞬膜。があるんですね。まあ、少し見えにくいですけども、目の眼球、瞳の横に、一本奇妙な線があります。まあ、こうして比較していくわけです。この、向かって右側の目は、まあ、見にくいんですけどもね。しかし、まあ、瞬膜らしきものがあるということです。この証拠は別のところで、丁寧にしましたので、どうか興味のある方はそちらを見ていただきたいと思います。そして、顎もですね、突き出ていて、そして二つに割れているということですね。これは1500年後のイエスということになります。で、このイエスは1500年後に、まあ、その時々においてね、イエスは復活していますけども、まあ、復活、はっきりと分かる形で現れたのが、あのルネッサンスという時代であったというふうに、林浩司は考えています。証拠は続きますけども、まあ、注意深くご覧ください。そして、セントジェロームと言われている、まあ、この人ですけども、この人も人間ではありませんね。奇妙な骨格をしています。そして、向かって左側に肩の時にポコンとコブが出てますね。先ほどのミケランジェロが作ったとされるピエタ像のイエスにもこのコブがありますし、それからまあ、ダヴィンチが描いたとされる、まあ、解剖図のね、人物の肩にもこの丸いコブがポコンと出ています。まあ、ここでまあ注意していただきたいのは、この目の中に奇妙な、まあ、もう一枚ここに膜があるということです。そして膜の境には、点々点々と粒のような、粒々ができているところ、あることに注意してください。まあ、これを私は、瞬膜と判断しました。いわゆるまあ、目尻のところにその膜が来ていないということですね。ですからこれは、下まぶたではないということです。そこを間違えないでくださいね。で、下がトカゲの目です。トカゲの目に今瞬膜が向かって左の方に今下の白い枠で囲ったところに見えているのがわかりますね。そして境目がつぶつぶになっている点に注意してください。このところですね。なあち、まあ、上は絵ではなくて、まあ写真によってそれを描く、写真を加工して作られた絵ということになります。この瞬膜は動きが早いですから、このように特徴を捉えることは不可能です。ですから、これは写真と林浩司は判断しました。そして、この左の、まあ、人物の目の中にも瞬膜らしきものが描かれています。もちろん、ダヴィンチというふうに言われている、老人の顔ですね。あの目の中にも、やはり瞬膜が描かれています。その証明も、いたしました。
This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カインキリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュイエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュイエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林MMS City, Japan. もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。が、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、
カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュイエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この3人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュイエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは3人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまり
レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. Two Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus.Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over two millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humansTo make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林博士のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。イエス、キリスト、二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチは
イエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュイエス、このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシスティナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めの丸時計とつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドックと、そしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい照明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。でともかくもこの左と言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、すなわち永遠の神、ロード・シュ・アイオン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。すなわちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクと、そしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。